を経験のさ先生突破デベロッパーエトラ。はい、どうもボンです。今日もやっていきましょうか、ボンズルームです。今年もダラダラと、お気に入りのものを紹介していくコーナーをやっていこうかなと思います。かなり偏ったね、ものばっかり紹介してるんで誰か見てるんかなと思いながら撮ってるんですけど、まあ、何百回かこう視聴していただいてるんで、まあ、見てる人はおるんかなと思うので、僕の好きなものあまり需要のないものになりますが、まあ、間違いなく 100% 僕が好きなものを、今日も紹介したいなと思います。頭の喋りいらんのちゃうかっていうね、噂もあるので、サクッと今日は始めたいと思いますが、今日紹介するのは漫画、またもや漫画です。漫画好きやなって感じですが、漫画紹介したいと思います。今日紹介するのは高橋真さんの最終兵器彼女を紹介したいと思います。ビッグコミックスピリッツで連載してたんですね。2000年から2001年にかけての連載ですかね。ビッグコミックスピリッツで連載してた漫画なんですけども、恋愛をテーマにした漫画。キャッチコピーなんかはね、この星で一番最後のラブストーリーとかっていうね、もう恋愛漫画をイメージ付ける、キャッチコピーがついてるんですけども、ただの恋愛漫画じゃないところにちょっと惹かれてるという部分もありますかね。最終兵器で彼女、彼女で最終兵器みたいな、こうちょっと不思議なタイトルがついてますが、主人公は修二と知世、2人は北海道の高校生なんですね。高校生の恋愛の漫画です。一女子高生の知世が、ある日最終兵器になるという、すごい難しい設定というかお題なんですけども、高橋真さんっていうのは、有名なところ、まあ、これも有名なんですけど、有名なところで言うと、ドラマ化もされた、いい人、いい人を書いてる漫画家さんなんですけども、高橋さんのすごいところというか、まあ、この漫画に惹かれた理由もそうなんですけども、登場人物や設定の中に入り込んでるというか、何て言うんですかね、例えば役者さんが、そのある設定に入り込んで、その設定でこのキャラクターやったら、こんなセリフを言うやろうし、こうなるだろうっていう、何て言うんですかね、想像力のリアリティというか、彼女が最終兵器になるほどなんて絶対ないんですよ。こんな非現実的なお題の漫画なんですけども、もしそうだった時の高校生の恋愛に向き合ってるというか、そこに憑依してるというか、彼女が最終兵器になって天井へ行って帰ってきた時に彼氏と出会ったらどんな気持ちになるだろうかというね、そこのアイデアなんですかね、がすごい面白いです。終始テーマは恋愛なんですけども、そこに出てくる友達とか家族との関係とか、戦争とか生きるとか人間らしさとか、そういうちょっと扱いにくいもんを上手にこう混ぜてるというか、それも表現しながら恋愛を軸にお話が進んでいくんで、僕的にはこうジェットコースターに乗ってるような気分にさせられるというか、感情を揺さぶられるというかね。まあ、そのちょっと難しいお題で、最終兵器で彼女で、それなんやねんと思ってたんで、僕当時スピリッツ読んでましたけど、実は当時スピリッツで連載してる時にはこの漫画は飛ばして読んでたりもしたんですけども、どうも引っかかって、後々コミックを買うて全部読破したっていう感じなんですけども、1234567全7巻で完結する漫画なんですけども、後々7巻全部買うて読み切ったという感じで、最終兵器彼女って言われた時にどんな漫画を想像するかはちょっとわからないですけども、多分皆さんが想像してるゴールじゃないゴールを迎えると思うんで、ぜひ楽しみに読んでほしいなと思います。そういう内容の漫画なんですけども、僕がこの漫画ストーリーとか感触ですね、感触が当然この漫画を紹介するときに大事な部分なんですけど、それ以外に僕がすごい気に入ってるというか、わあさすがやなと思ったのが、
さすがやなって何様やねんって感じですね。すごいなと思ったのが、6巻に出てくるあるシーンなんですけども、228ページぐらいからですかね、数ページにわたって、大衆兵器の設定がね、読んでない人にはわからないかもしれないですけど、まあ、戦争になってしまった世界で、兵器として、改造されてしまった女の子なので、半分人間やけども、半分兵器なんですよ。まあ、機械というか、人間らしさを取り戻す、ことができなくなっていくんですね。どんどんこう兵器として進化していくので、でそんな彼女が人間らしく生きてた時に兵器の部分、機械の部分に乗っ取られそうになる描写があるんですけども、ここがね圧巻なんですよ。まあ、あの感情のある人間から01の世界にこう侵食されてくる、自分が乗っ取られていくような感覚になっていくっていう表現が巧みというか、ちょっと感動したんです。活字の世界で言うと、アルジャーノンに花束っていう小説をね、読んだことがある方だったらわかるかもしれないですけども、気がついたら、内容の表現ということ以外の表現方法として、どんどん漢字がなくなっていって、ひらがなばっかりになっていって、言い回しがたどたどしくなっていってという、なんつったらいいんですかね。表現の方法にチャレンジしてるという感じですかね。クリエイターとして。これは、まあ、僕がそういうダンスで舞台をやったりしたから、そういうのがちょっと気になってるという部分もあるかもしれませんけども、絵画やってる人が、キャンバスに絵を描くっていうところから、キャンバスから一回飛び出してみるとか、筆で描くんじゃなくて手で描く的な、その、表現の方法のチャレンジとして、僕の中では、あ、すごいなと感じたのが、その数ページなんですよ。全編にわたってちょっと面白い表現方法がたくさん出てくるんですけども、そこが一番僕的には感動してて、ストーリーも漫画としても僕はむちゃくちゃ好きですけども、そのチャレンジしてる感があることで、この漫画は僕の中で超お気に入りになってるという部分がでかいと思います。縛りのある中で、そのカテゴライズされた中での勝負をしていることに僕はやっぱ感動を覚えているというか、共感を覚えているというか、僕が生まれる前からある文化ですからね、漫画を描かれた方もいろんなチャレンジをして、伝わらなかった表現方法とか、はみ出して帰ってきた部分とかでたくさんあると思うんですけども、その中で上手に伝えれる人ってやっぱり天才やなと思いますし、やっぱりチャレンジをしてアベレージ高く答えを出すやつは天才だなという答えですかね、僕の。ので、高橋さんは天才ですね。ので、まあまあ、アニメもあったんですけども、OVA とか出てたはずなんですけども、僕、その、紙の上でのこの表現を読んで、そこで自分の想像力と相まった、この、最終兵器彼女が好きなので、まだね、実はアニメも見てなくて、やっぱりその媒体にあったというか、ベストな表現方法ってやっぱりありますよね。きっとあると思うんですよ。ダンスでも映像だから面白いとか、テクノロジーと一緒だから面白い作品もあるやろうし、目の前で踊ってることに意味がある、ダンスもあるやろうし、いろんなもん、表現方法というかいろんなものがあると思うんですけど、でもダンスってやっぱり目の前で踊ってるファッションとか、その人のから出るオーラとか、やっぱりこう映像では勝てない部分がやっぱ多いですよね。やっぱり生で前で踊ってるっていうことに感動を僕は覚えるので、まあこうやって漫画という媒体で勝負をした作品が最初の原作なんで、それを実際に動かしてしまうと、僕の中では少しこう使ってる武器が違う感じがして、少し別物なのかなと。同じ原作で同じストーリーの漫画がアニメになるんですけども、ちょっとまだ別物だなという解釈です。映画とかも小説原作とか漫画原作最近多いですよね。やっぱりこう一番最初にそれを考えた人が選んだ媒体からはみ出した時に、それに勝てることってやっぱり少ないなと思うんで、うん、やっぱり迷いますね。これはもうこれで、完結した漫画で、漫画を描くという表現方法でできたお話なので、それをアニメで見るというのに、ちょっとこう、尻込みしてる部分もありますね。いいっていう評判なんで、かなり前のアニメなんで、まあそろそろちょっと、当時の暑さも冷めてきてるというか、落ち着いたので、一回見てみたいなと思うんですが、それはそれで絶対、面白いと思うんで、一回ちょっとチェックはしようかなと思ってますが、今回は漫画の紹介しながら、
僕のね、そういう表現するということに対してのちょっと小難しいこだわりなんかもちょっと喋ってみたりしたんですけども、現代ではというか、まあ漱石っていうのはね、何にしても、生まれた時っていうのはいろんな人がいろんな表現方法を試すので、いろんな、手法が出てくるのは当たり前だと思うんですけども、もう僕もたくさん見ましたし、読んでない漫画も含めて日本における漫画っていうのが生まれてからかなりの表現方法が生まれて、ある程度スタンダードが生まれた状態でこうやってチャレンジした表現をする漫画っていうのはなかなか珍しいなと実際僕は思うので、でなおかつお話も面白い。僕も何回も泣いてますしね、この漫画見ながら。何回も読んで何回も泣ける漫画で、僕の中ではね、付加価値がついてるというか、っていうのもなかなか珍しいと思うので、ちょっと絵の好き嫌いは多少あるかもしれませんけども、ぜひ一度、読む機会があればチャレンジしてほしいなと思います。できれば、没頭してというか、7巻まで一気読みしてほしいなという気分です、僕的には。ドキドキしますよこの漫画。なかなか、まあ、45のおっさんが言うと少し気持ち悪いセリフですが、なんか恋愛のドキドキがちゃんと最後に残る、まあ、まさにキャッチコピーのね、この星で一番最後のラブストーリーなんで、一回皆さん味わってもらったらええかなと思います。まあ歴代指折りに右往左往したちょっと回になってしまいましたが、なんせね、ちょっと難しいっちゃ難しいんですよ。ので、ぜひぜひ、実際自分の手に持って読んでみてもらうのが一番いいんじゃないかなと、これも思いますんで。ということで、今回は高橋真さんの最終兵器彼女を紹介しました。僕ね、音楽やら漫画やら、まあ、何やかんやいっぱい紹介してますけど、音楽も好きですけども、なんか、知識が豊富で専門的なことをたくさん知ってるわけじゃないので、自分の好きなもんをみんなにこう共有したいというだけのコーナーなので、お前そんなに曲知ってんのかっていうことでもないし、お前漫画そんなに読んでんのかってことでもないので、あんまりそこ勘違いしないように、まあ、エレトロ本編の方でね、次どう何年的な、まだ続けるんかどうか的な、宿題が出てますんで、本編の方も見ていただいてね、コメントや、いいねをいただけたら嬉しいなと思いますが、まあ僕がこのコーナー続けれるうちは、また僕の好きな何かを映像に乗っけていきたいなと思ってるので、また次回もお付き合いください。ワンでした。チャンネル登録お願いします。